平成4年より恵比寿社法理神社境内で行われております真っ白商店会連合会主催の恵比寿祭りのイベントとして、祭りを盛り上げるとともに地域活性化の一助になればとの思いから21世紀を思う会の会員によって行われております。多忙な日々の中わずかな時間を割いて練習をしこの恵比寿祭りの日に芸を披露しております。どうぞお楽しみください。今日は、ガマの油売り、それからバナナのたたき売りの、2つでございますが、頑張ってよろしくお願いいたします。はい、ありがとう。はい、皆さんこんにちは。今日は恵比寿祭りが盛大に開催され本当におめでとうございます。恒例の我々大道芸、今日ちょっと一人、安倍都合悪くて、来ておりませんけれども明日は来ますので、よろしくお願いします。我々初めてここでスタートしたんですね。この恵比寿祭りからスタートして早今平成4年だけども平成我々と感覚であれ平成2年からやっていくつもりでございます。そうすると26年ぐらい今年は26年目で、あります。その間いろいろありましたけれども本当に26年間スタッフさんとともに吉木流のマサとともに頑張ってきました。今日は、私めがハッタリのガマの主としてガマの油売りをやります。最初にやります。それから最後の締めはバナナのたたき売りの吉木流のマサ2人で頑張ってやりますのでどうぞよろしくお願いします。さあいらっしゃいいらっしゃい、ご用途急ぎでない方ゆっくりと見てください。ただいまからガマの油売りの始まりだ。さあいらっしゃいいらっしゃい、手前子に取り出したのは人中坊は白黒のガマ、白くぼろくはどこでよか、前足の指が白、後足の指が6、これを名付けて一年草は白くぼがまとめ、一年のうち5月、8月、10月にとなるところから別名ご発想は白くぼがまとめされば、この玉から油取るにはどうする、筑波山は麓の住民山へと木の根草の根深く分け本箱というついにそのくらい育ったガマを四角四面は花火っぱり、四角四面は花火っぱり、これが私、これがガマの油取り機だ。その中へと追い詰め小心者のガマは鏡に映った斧が醜い姿に驚いて流す油の汗がたらーりたらり、これを鏡の下より取り出し三四二十と一日間柳の声が一尺メスを持ちました。とろりとろりとに抱きしめできましたものに赤い新車にヤシ油テレサ天下天気通りカラ天竺ナンパニトライの妙薬練り合わせてできましたものがご分物集の目の前、これがガマの、これがガマの、このガマの油一体何の役に立つかというと大変微妙な話で恐縮だが、いぼし切れじ次郎抱っこをすり傷切り傷かすり傷、冬になりましてお姉様お母様の痛いかゆいひび赤切れ一度つけてみてくださいませ。ピタッとなかなか、これはガマの油の効き目これだかというとまだ遠近た虫、風邪ひけ甘の虫、ニキビへ来てもらう水虫しもやけ、人知れず悩んでおられる方もあろう生理不順、インポテンツ
この恵比寿祭りからこそそと去ろうとした。あのお父さんのそのインポテンツだ。あのお父さん心配することはないんだよ。そんなものは手前さんのがものはもの他の者の表側裏側に本能少量をつけていただきたい。あとは一晩ぐっすりと寝ていただきたい。翌朝からはたったの御こすり半で他の懐かしい青春のよみがえり朝立ちというやつが訪れる。だがお父さんあまり張り切りすぎてたくさんつけすぎないよ。元に戻らない。さてお立ち合い玉川油の切ってこれだけで言うとまだただいまから刃物の切り足を止めてごらんね。えいてまとまつる氷の刃をプランって言うと箱漏れない。サビ一つないどんとうどんすわけなしよ。ただいまから試し切りをしてごらんに入れ。試し切りといっても映画やテレビのように百姓町民を切り捨てるわけにはしからばとす。しからばとす。取り出したのは一枚の半紙。これを切ってごらんに入れ。最近ね、ちょっと失礼した。一枚やりない。二枚やり四枚。四枚が八枚。八枚が、うん、八枚が。8枚が16枚、16枚が32枚、32枚が64枚、64枚が100と28枚、切りも切ったり100と28枚、上へ吹き上げれば平野墓石か、嵐山は落下の舞。これだけ切れる政宗だが、手前一さんのガバの油を差し裏。差し表に一塗りすることによってただの文刀ただの生蔵となっておろよろしい。ただいまから実況をしてごらんに。引いて切りない、叩いて切りない、押しても切りない、絶対に切りない。だがどうこの油をぐっと拭き取るとどうなる。刃物の切り味再び戻ってて角を突いたも真っ二つ。先ほどの切り味するのに正宗に戻っておるよろしいか。私はただいまから手前の二の腕を切ってくれ。大道芸人といえども木の股から生まれてきたわけじゃない。家に帰れば女房もいれば子供もいる。三つの頭に五人の子供がピー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 と泣いている。どこにでもある家庭風景。当然五見物衆と同じようにすねりゃ痛いよ、くすぐりゃ笑うよ、切れゃ真っ赤な血が出るよ。ただいまから手前の左腕を切ってくれ。大道芸人の体をなく流れるうち赤いか黒いかはたまた黄色いかトーストを見やがれ。あ、痛いな。いやーちょっといいから、弱ったな。いやーもう救急車が来るよ。よかった。おい、血止め薬ねえか。ああこんなに出ちゃった。おい、どうするの。救急車。玉の油つけないんだ。そう思い出した。玉の油をつけないんだ。こんなのなんてことはねえんだ。手前一さんのガマの油を一塗りする。五つ数えるうち血が止まる。一つ二つ三つ四つ五つ、えい、この通り血がピタッと止まる。これ血止めの妙や。その昔金ヶ島の戦いにおいて臼杵謙信武田信玄の二人も
この油を持って戦ったという言われが、さらに下っては武藤画像、桜重蔵、大海での井の清水の次郎長と、戦国時代に名を馳したさまざまな武将教官が、ガバサス愛用されたこのガバノは、本来ならばいくらです。本来ならば絶対に値引きはできないところだが、本日は恵比寿祭りだ。特別出張っての宣伝中、大きい会50銭、小さい会30銭、見てお分けし、さあどうだ。講座はこれで一応終わり。サンキュー。アンコール、アンコール、えい、はい、次は、バナナの叩き売り、バトンタッチ。吉田さん頑張って、吉切の噂頑張って、はい、さあいただきました。私、先ほどご紹介はありましたっけ、吉切の噂。吉切ご存知でございますかな。ちくわが言ってみてちょうだい。吉切泣いてるよね。あんまり大きい声では言わないよ。ベベッチョベッチョ、かえかえかえ、マンチョ食べたら飴がちょっぺ、あ、ちょっぺちょっぺちょっぺ。あまり舐めるとかゆくなる。かいてもかいても断ち切れない。ベベッチョベベッチョ、本当にこれ泣いてるんですよ、吉切が。またね、思い出してね、また聞いてくださいよ。さあ、始めましょうね。さあ、お日様も出てきたし、天気もいいことだ。明日もあるけどね、明日は雨が降るかもしれない。ちょっと昨日、あのお母ちゃんにパンツをね、買っていただいたんで、皆さんにご希望申し上げました。ちょっと脱がさせていただきます。まあね、二十何年の間にはね、そこに久保さんと入れたんだけど、若鍋さんね、浅草の江戸前からわざわざね、こういう衣装を買ってきていただいて提供していただきました。あれからもう十何年経ちます。まだ持ってます。はいはい。で、工場の方はね、中島邦夫さんというか司会議員がおいでになったんですね。あの方からね、引き継ぎまして二十何年使わさせていただいております。さあ始めますかね。遠くの方、見えないから集まってちょうだい。遠くの方は見えないからね、ちょっと羽を出すか、うん、はい、ただしね、そこに線が敷いて、線より前の声はないよ、ね、はい、はい、子供さんは後ろの方、ね、ついでに貧乏人も後ろの方どうだい、出入りのあるやつだけ前の方に出てきた、小銭でもいいよ。できればあのお供しないやつでね、お願いしますよ。はい、ニコニコする場合じゃないからね。さあ今日はね、はいよ、お願いしますよ。さあ、このバナナ、台湾、取れたところは台湾。お父さん無事なんだよ。船に揺られてね、着いたところがね、九州の無事港。そこからね、新幹線で揺られて、大沢さん来るまでにね、黄色になってきた。ちょいとね、冷蔵庫入れてもうちょっと来る。でも中は大丈夫。はい、台湾はね、自然災害においてとびっきりね、上等にね、甘くしてって、砂糖をちんちか、羊羹バラか、甘くてデレッとしてるじゃない。吉原すらぎのオイラントでも家具まで広くないたしに、最初は痛いとかなんとかって言うんだよね。遠慮してちょうだいと。はい、来ましたね、最後のバナナ。ね、ちょいとね、握ってみてもらうかな。さらにちょうど2、3人にこう、こうだよな、今日を差し出す。はい、差し上げていただかなきゃいけないから、ちょいとこう、まだね、握ってみて。はい。手が、そう出して、手出して、はい。はい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 、何人でも結構でございます。はいはい、どうさ、ちょっと握ってみて。どうだ、3人で半もありゃこれね、立派なバナナ。はいはい、これから前に来ればね、ここがあるんだけどな、ね、はいよ、後ろからもいいよ。はいはいよ、どうぞどうぞどうぞ、はい、じゃあごめんごめん、短くていいよ。はいはい、はい、せっかくならお父さんにも、はいどうぞ、はい、
兄ちゃん、お兄ちゃん、こっちに来てくれた。はい、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 はい。これはチャラだからね。はい、何も結構でございます。はい、はい、お父さんにも。はい、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 はい。じゃあ、特にサービスになっちゃうから。はいよ、はいよ、はいよ。はい、ごめんね、お父さん、ちょっと待ってね。どうせならね、お祭りだから、こういうことはね、二十何年なかった。まだほら、手出して、買えない人はね、今もらっとかなきゃね、ダメだ。あ、あの人はわかんねえから、いいよ。はいよ、はいよ。ちょっとね、こんなバナナになってるんで、はいよ、はいよ。下げたら悪いけど、やってくれる。ずっと後ろの方回ってきていただいて結構でございますんで。はい。あとはね、大丈夫。善意のあるやつは前の人いるから。頼みますよ。ね。さあ、いい房でございますよ。さあ、このバナナ、ね、何本あるかね、数えるから黙って聞いてろよ。一本がスーパーで、メガネ99円ぐらいか。ね、何本あるかね、大体の計算つくと思うよ。いいすけ二太郎、三品野郎はゆたもので、泥つき野郎はろくでなし、七面倒くせえ張り倒すまい、とととととんでもねえ野郎だと。ちゃんと10本はあるよね。上だけでね。こっちは先ほどのおいらんさんだ。これはお家に帰って数えていただいて。これは儲けだからね。わかります？納得しました？はいよ。さあ、このバナナね。ちょいと色は黒い。ね。色は黒くも心配するが、色の黒い色は土なん隠すって。そう、その通りだよね。お母さん、いいこと言うね。ということで、あと言えなくなっちゃうもん。色は黒くも味気は三世、味は大和の吊るし書き。ね、色は黒くも浅草の色、白いまんまを抱いてれる。黄色いところにこんもり黒い、生まれ故郷が懐かしやない。いいこと言うね。兄ちゃん、いいこと言うわ。はい、ありがとうございます。お褒めの言葉いただいたんで一本やらないかと。さあ、このバナナで本日ね、いくらからいきましょう。1万両。景気のいいよ、お姉さんがおいでになった。はい、1万両。はい、ありがとう。はい、どうぞ。サービス。あ、はい、サービス、はい。おい、1万ももらえば、はい、サービス、はい、サービスのお客さん。はい、はい、持ってけ、どうぞ。はい、ありがとうございます。1万円で出ました。おそらくもうちょっと控えめでやってちょうだいね。一言でいくよ。10万両。誰も引っかからなかったね。今日お祭りだけど、お父さん飲んでないの。バーテル前じゃないんですよ。さあ、行きましょうね。最後のバナナ、いくらから行きましょう。千両から行きましょうか。千両。よし、買ったという声出てこないね。清水の舞台から飛び降りたつもりになって、800両。お母さん、800両をお買い。ありがとうございます。こんなにはね。はい、じゃあ失礼しますね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、これ800両、重いな。800両だそうでございますんで、まあ、非常にいただいていて、遠くの方も結構でございますからね。近く来ないとどのくらいの草だか分かんないからね。ちょっとこれはね、大人数の家族。さあ、大人数の家族が行きましょう。で、男は度胸、女は愛嬌、坊主は補強、ウイスは企業で、漬物は楽器とした女。さあ、行ってみましょう。800から行きましょう。800両。ダメ、入れたり出して質屋の親父じゃねえけど、700両。よろしかった、700両。じゃあこれ半分にしてね。半分そうはいかないね。はい、私もね、はい、客を見ながらね、言っております。はい、はい、ありがとうございます。まあ、怒らない、怒らない。で、じゃあ怒られても結構でございますけどね。さあ、火事場にね、火事場に向かうまとめじゃないけれどね、私もだんだん熱くなってきた。はい、男の一年、岩をもつらげ、ね、子供の寝しょんべん、布団を通す。昔はおねしょしたんだよ。さあ、行ってみましょう。700両。まだ高いの。あれ、お母さん、まだ買うんですか。ありがとうね、お姉様。
お姉様またこれじゃあ700両です。それでも、もうちょっと安くしてお願いします。2つ目でございますので、はい。さあ、やけのやんぱて、ひらけのなすび、色が黒くて食いつきたいな、わがさ、入れ歯で歯が高い。ちょっとね、硬いかもしれないけども、はい、このバラバラ、やめろ、はい、お願い、はい、お母さんとお母さん、はい、500両持ってきていただいて、好きなの持ってって、あ、これをね、はい、あ、お母さん、はい、ありがとう。では、お母さんもどうしましょう。どうでもいい、はい、できれば、下のこれおいしい、これ1日しかね、置いた方がいいかもしれない。はい、今、あの、お二方つったんだけども、はい、まあ、せっかく見に来ていただいたんで、はい、そうするとみんなが前に出てくるようになっちゃうけど、まあ、ありがとうね、はい、ありがとう。はい、それではこれで終わりにしたいと、あ、まだか、まだあるな。結構出らなきゃ、え、目を入らなきゃ、ママの奥さん、し、そんなに。三千世界のあの世でやれ、あんたそこまで、わさきそこまで、共に白身の高るまねら、信州信濃の新そばよりも、私はあんたのそばがいいとしたもんだ。はい、決めましょう、一万両。誰も言ってあげないよね、三百両。はい、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 じゃあお三人さん、はい、それと、はい、はい、はい、300両でお買い上げ。はい、こうしてくれね。お姉さん、おいで、前で、はい、はい、300両、ね、はい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 、これちょっと待って、それある。はい、はい、もういいね、まあ、NG しないですもんね。あとまだちょっとやることあるんで、ちょいと待ってね。これね、はい、これね、袋取りから。袋そっちにあるんで、こんなもんで勘弁してもらいます。いいですか。あ、そうなの。はい、はい、はい、はい。あ、そう。袋締め切り、足も締め切って。いいよ、お母さん、まあ、もうちょっと待ってください。お父さんまだ持っていかないの。はい、はい。ジュニーしなくなったら。なんかこのままじゃ終わったんじゃ面白くねえな。よ。なんかあのおしゃれないことあります？ああ、いろいろ来るやつ、ああ、いいですよ、ちょっと待ってからね、ちょっと待ってね、ちょっとね、その前にちょっとやることあるんだわ。ちょっとあの遠くの見てる方、これちょっと持っていただいてさ、まだ食べちゃダメだよ。ね、お母さんちょっとこれ持っててくれ。一つ持っててね、私これから切るからさ、手切らないように気をつけてね。あの、切れてるのと切れてないのがあるからさ、ちょっとごめんね、これはちょっと持ってて。ね、今お持ちの方ちょっと待っててくれる。今これからね、刃物を取り出して、刃物を取り出して、おすすめ、ちょっとこれ遠くの方からだけどさ、切るからね、中身をちょっと今持って方をかざしてくれる。いいですか。首は切られないように気をつけてちょうだいね。手上げてないと腕切れちゃうから、いいですか、いいですか、持っててくださいよ、気合入れて、ちょっと向いてみてくれ。どれかが切れてると思うんだよな。切れていないのもあるかもしれない。切れてたら拍手貸したりするよな。どう、切れてた方って これ切れてるよって抜いてみなきゃ分かんないからね。切れてた、いや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 、あ、どれも切れてた。じゃあ今日失敗かな。
皮むいてもらわないと。あ、お母さんのやつ、クリスか。あ、クリスです、クリスさん。いやー、拍手拍手、よかったよかった。よかった、よかったな、それで。はい、それは当たり前のことなんだよ、俺切ったんだから。当たり気、チャリ気の車引きで、振り気に、タヌキに、蓄音機なんてね、言いながら、さあ、行ってみましょう。その、そっちの奥のお姉さん、しらばっといてないで。四角四面は豆腐屋、まさか豆腐屋じゃないね。色は白いがちょいとね、水臭いなって言うからね。お姉さん、お姉さん、横向いてないで。値段つけてどうだ、値段。お値段はおいくらで、おいくらで差し上げましょう。300両。いいの300両で。はい、お買い上げありがとうね。200って言った今。ピースした200だって。どうせならもう一個減らせばいいね。それで去年もね、子供さんがね、買えなかったっていう、いわゆる苦情が出たんで、18歳未満、18歳未満、早いもの勝ちだよ、早いもの勝ちだよ、18歳未満、ね、これとこれと、これ、2つあるから、これはとにかくして、はい、いいですか、おじさん、声かけたら来てやんだよ。はい。18歳未満、1万円。どうした、手挙げねえか。分かった。ごめんね、騙しちゃってね。はい、100両。1、2、これ3つしかないから。ね、2、4、6、それだけちょっとジャンキーしてくれる周り。勝ち抜きでやってくれ、勝ち抜きで。誰かちょっとお母さん立ち会ってくれる。もう前で行くしさ、前で行くし。言うんだからしょうがないじゃないかな。とにかくいいや。じゃんけんね、大変ならおじさんとやろう。おじさんと、ちょっと下がっちゃう、下がっちゃう。俺とそれやるから。いいかい、最初はグー。じゃあ、ね、来い。勝った人残ってこい。勝った人。勝った波。じゃあ、勝ったちょうど、ここは一つか。じゃあ、お姉さんは、はい、100両。100両、お小遣い大変だから、いいよ。ただで食ってけ。いいや。それと、この3兄弟、これは。3人兄弟。ここ2人、はい、はい、じゃあこっちへ、はい、はい、はい、こっち兄弟、そう、ちょっと待って、これで、ね、終わっちゃう、またね、明日もあるから、明日も来て、明日は雨が降るかもしれないけども、まあ一生懸命頼みます、よろしくね、明日まで4時半からやりますんでね、今日誕生日の方はおいでならないよね。あ、2時半か。今日誕生日の方一人おいでになったんだけども、2人はいないの、じゃんけんしてもらいたいな。あ、本当に、どうする、2人だけど今日の誕生日、じゃあブラジャーね、あ、ブラジャーしてこなかった方、いや、今の2人の方はどっちかって、じゃんけん、じゃん、お姉ちゃんとやって、ダメだ、私ブラジャーやらなきゃ、されちゃうもん、だよな、だよ、お姉ちゃん、今日最後はね、こちらへね、ありがとうございます、じゃあ今日お誕生日の方どうもありがとうございました、これを差し上げて皆さん拍手でどうぞ、今調子やってますんで、また明日またやりますんで、今日はありがとうございました、ありがとう、